斉藤博士3月29日隊は日本の銀行家、水歩コーポレート銀行元、頭取東京地下鉄社外監査役、東京大学経済学部卒業後、日本工業銀行に入校、公認時代の部下に楽天会長兼社長の三木谷博がいる。2002年、水歩コーポレート銀行初代頭取に就任した。2005年、 TBS と楽天の経営統合をめぐる対立が起きたが、この収集のために、両者の仲介役として活躍した。2009年度から義務付けられた役員報酬の開示制度では、1億2300万円の役員報酬を得ていることが公表された。2007年に、改正貸金業法による過払い金処理のため、債務超過となった、オリエントコーポレーションに対し、 オリコを切ってしまえ。と発言。その後、2008年7月発売の雑誌フライデーにて、斉藤が、テレビ、東京所属の経済担当の女性記者と東京、麻布のスシアで食事をした後、近くの路上で熱いキスを交わしたと報じられた。オリエントコーポレーションは、旧第一官業銀行と提携ローンを行うなど、結びつきが強く、 水穂グループ内の旧第一官僚銀行派閥によるリークと囁かれた。7月22日、全国銀行協会会長、杉山誠二は、定例記者会見で斉藤と女性記者が不倫関係にあったと斉藤より説明を受けたとし、この件について誠に遺憾であるとコメントした。また、同日の閣議終了後の記者会見で、金融担当大臣、渡辺義美も、 取材対象になっているわけだから、メディアとの付き合いは、前の取り方が重要だと語った。役員一覧東京メトロ2019年10月24日、閲覧、水保銀、暴力団融資問題の、火種売り込めぐる、旧産業構想の歴史と変わる、勢力図、ビジネスジャーナル2013.10、09、水星 B 等取り、テレ東女性記者との不倫関係認める。 有刊かん2008年7月23日、みずほフィナンシャルグループ特別顧問の退任について、株式会社みずほフィナンシャルグループ2011年6月10日。ありがとうございます。